ございます。今日は大阪抽選の方ですね、いただいた手ぬぐいです。ひまわりかわいいね、夏やね。ひまわりの手ぬぐいです。そしてこちらね、ねえ朝の着物と、はい、はっくんです。はっくん甘えに来てくれた。はい、はっくんの足の毛を切りました。ピキーン。はい、肉球めっちゃ見えとるね。あ、逃げてくの。はい、今日はねそんなに暑く なる予定ではないみたいなんですけど、今にも雨降ってきそうな、そんなちょっとね、なんだろうね、このたまに時折冷たい風が吹く、まだもわっとしているっていうような天気ですよ。昨日ね、あの日暑かったね。やっぱ暑いね、一重でもやっぱあの目詰まってるな、日は。あのシャとかマテンとかあのペロペロ帯とかしてると暑く感じて、時折汗が吹き出ましたね。帯が暑いと暑く感じるね。うん、こう本当に帯の素材変えるだけで涼しく着れるなって改めて感じましたね。昨日は、昨日はね、母ちゃんに会って金沢の実家に迎えに行って、シャッとこっちに来ようとしたら、なぜか父ちゃんと姉ちゃんと喋ることになり、1時間半ほど家で足止めを食らい、時間がないみたいな感じになっちゃいましたけど、この間まではね、母ちゃん送り迎えしてたんですけど、うちのね家ね、あの各駅停車とはいえね、 JR の駅まで実は歩いていけるほどの距離なんですよ。で、あのうちの実家も、JR の駅ではないんですけど、 JR とあのチンチン電車みたいな、あの小さい区間の電車とのこうつながるところで、うまいことこう電車でうまいこと行けば行けるみたいなとこなんですけど、で、まあ、JR の駅も実はそんなに遠くなくって、で姉ちゃんが帰りにうちの実家の近くの JR の駅に、ね、母ちゃん迎えに行くって言ってくれて、私は駅まで送ったっていうだけだったんですけどね、帰りは。すごく夕方はね渋滞するから、その方がギリギリまで家に入れて楽しくできましたね。母ちゃんも自分で動けるって言って喜んで帰っていきました。二人でランチしたり、私のおすすめの捨ててこう買ったりそう、あのね、うちの近くの平和堂に高島ちぢみ結構置いてあって、高島ちぢみの捨ててこうすごくね薄くて着やすいんですよ。それでそれを買ってました。おしゃれ捨ててことかね、買っといて。はい、今日はこちらのペロペロ帯と、はい、このね緑に合わせて爽やかな帯締めにしました。ね、ひまわりの黄色がこの着物の黄色ともかぶってて、そこは相性いいなと思って。月に1
回ぐらいは母親には会うとダメねって思いましたね。結構母ちゃんと私は新しいもん好きなのね。何でもこれ何っていうのやってみたくなる人なんだけど、父親がそういうの得意じゃないから、いつも母ちゃんが好奇心を抑えているんだけど、私と一緒だと好きなことができてる、少しは気が楽やったかな、それやったらいいけどなって思いながら、結構気を使う方なんでね。外出に慣れてないからあんまりね、慣れてない。あまりにも遠出はね、ちょっともう疲れさせちゃうとかわいそうだから。だから私のテリトリーで、昨日は何でもないランチで、本当に。サイゼリア行っただけだし。でもね、うちの息子が高校時代にずっと働いてたサイゼリヤで2人でご飯食べて、こんなとこで働いとったんやって言って、母ちゃんは嬉しそうでしたね。そういうのが嬉しいよね。私もおばあちゃんになったらそういうのが嬉しいだろうなと思うんですよね。こんなとこに孫が頑張ってったんやって思うだけで嬉しいですよね。はい、今日は食品衛生講習会行かなきゃな。はい、もう全然この帯はピチピチしてないから一発で決まるね。昨日何だったんだろう、倍時間かかっとるし。今日は、ああ、かわいい。あ、そう、この襟いただいた、時に一緒にチュールをいただいて、チュール美味しく食べてましたよ、うちの子たち。ありがとうございます。それで、こちらは、しのすけ女夫っていうことが判明しましたね。綿麻の着物ですね。そして、帯が白い系入れまして、やっぱ夏っぽいですね、色合いが。そしてカラフルな私手作りの旅にしました。今日はちょっとカラフルねしてみましたね。はい、今日はこんな感じで、食品衛生講習会に行かなければいけないので行きたいと思います。パン屋さんなんでね、これは食品系の人たちはみんな行かなきゃいけないですね。石川県はね、毎年行かなきゃいけないんですよ。いろいろ県によってね、違うんですけどね。そんな感じで過ごしたいと思います。それでは皆様、良い一日を。新之助上夫だったっていうこの着物なんですけど、そこは児玉さんに会った同じの。すっごい色暗くて最初分かんなかったんだけど、あ、しのすけ上夫売ってんだと思って見てて、あ、私も綿麻でこれくらいで買ったのかなみたいなこと思ってたら、お、この島いいねって思った。私買っ、これも私のやって一緒な柄やんと思ったんやけど、ですね、まあひどい感じになってたんです。実はここですね、わかるかな、これ全部腰から下なんですけど、ここのラインですね、ここのラインから、ここから全部ポリエステルがついてたんです。ここまで目いっぱいこれをくるむように、なんでおはしょりで折り曲げようとしたらポリエステルが重なるっていうね。ここでね、すごいゴトゴトで熱くって、でも他の部分すごい涼しいのにそこだけめっちゃ暑くって困ってて、
で、友布でやってくれればよかったんですけど、多分これこうやってわざわざくるんでるってことはね、なんかね、いい仕立てにしようとしたみたいなんですよ、その私が買った呉服屋さんが。これを買った次にこれを買ったんですけど、そこではこれと同じようにしてくれればいいって、ここにお尻当てつけて、意識当てつけて、それでいいよ、浴衣と同じようにしてって言ったのに、いやこれはいい生地だからいいがにしますって言われて、良くなってなかったっていう話で、でごとごとになってて、まあこれ広幅なので結構こことかもその縫い目の関係で結構ごとごとにされてたんですよね。ここもすごく意識当てで隠れるっていうので、ここ本当はそんなにね、本当少し上がってればいいのに、ここのつながってるはずの部分がぐわーってあったんですよ。それもすごく長くてごとごとになった原因で、それでもうしょうがないんで全部ロックミシンで切って、こことかもですね、ここもそうですね、もうすごいなんか仕立てがね、やっぱり全部これですね、これが元です。こんだけ縫い上がってたんです。こんなに縫い上げなくていいっていうぐらい上がってて、それで全部切ってしょうがないからロックミシンをかけて、お尻がパッカンになったら困るので、ここは自分でね、白糸は縫い直したとこなんですね。まあこんなことになったんですよ、なんでか知らないけどね。はい、でこれね、この間東屋さんで仕立てた源氏物語シリーズの着物なんですけどね、普通あれですよね、こんぐらいですよね、折りね、この伸ばす部分があったとしても、で浴衣のやつで作ったんで、意識当てがこのこれですね、多分さらしですよね、これね、でピタッとちょっとだけ、ほんとこんだけで十分なんですよね、お尻パッカーンを防ぐだけで十分なんですよ。でしっかり共布で肩当てついてて、私はね体がちっちゃいんで共布でできるんだと思うんですけど、あとはこれですね、この生地ね、メンズ対応というか男の人向けなのですよ、なので幅が広くてですね、私みたいなちびっこはですね、めちゃめちゃ余るんですよ、横が。こうですね、見えるかな、こんなんで7分も、すいません、もう飽きたらやめてください勝手に。ですね、ここですね、脇の部分です、ここまだ輪になってますね。こうね、結構ここが脇の下の栗の空いてるとこなんですけど、結構下から広げて縫ってくれてるんですね。なんでこの広幅の反物でも、東屋さんで仕立てたやつ、ここが全くごとごと感じなかったですね。この多分角度なんでしょうね。ここはちょうど、どうしても女性ね、ここ脇はこうやって入れるんで重なるんですよね。お米も全然ゴトゴトしないんですけどね、多分これの仕立てがおかしかったんだと思うんですけどね。ね、多分作った方もなんでこんな作り方させられてんだろうと思って作ったんだろうなと思うんですけどね。本当あれはもう呉服屋さんの指示ミスだとしか思えないんですけど、まあこんな感じで、そうですね、着物って形が一緒なんですけど、仕立てがいろんな仕立て方があって、襟だっていつもバチ襟なのか広襟なのかっていうのは伝えないといけないことだし、
意思決定はどうするか、できれば共布にするのか、共布じゃなかったら、どこぐらいこの本当ここの隠れるとこだけでいいとか、そういうのは実は同じ形なんですけど、実は着物っていろいろね作り方によって違うんですよね。着心地も違うし、で私は結構ちょっとずつ変えてもらったんですよね。袖口の栗を朝ちょっと短くしてもらったり、ここ空きがね、私足とかお尻って太いんだけど、腕が細くって、特に手首が、なんでここもちょっと小さく栗が開かないようにしてもらってたりとか、いろいろ改良してもらっております。はい、そんな感じですかね。うん、そんなにね何回もその木綿の着物を扱ってるお店今まで出会えなかったので、そうやって自分の着やすいような形にカスタマイズすることもできなかったので、東屋さんでそういう風に仕立ててもらって、やっぱり 1回目に作ってもらった着物と2回目に作ってもらった着物の着心地は断然2回目の方が良くなっております。丈もねぴったりになってるし、うん、そういうのはいいですね。行きつけのお店ができるっていうのはいいなと思いますね。うん、でまああとはそのいろんなお店で今木綿が取り扱ってないので、逆にそうやっていろんな催事とかで出張イベントで木綿を取り扱ってるお店が自分が動ける範囲に来るなら、自分ももういい年なんで少しは自由に動ける身になったので、動いて自分も着物生活者として応援できるところはしたいと思っているんです、実は。だってやっぱり木綿の着物とかウールの着物とか、その綿麻とかね、生活できる着物が売られなくなるのは困るからね。うん、だから自分にできることは消費者の立場としていっぱい着ることで、ちゃんと自分の着やすい形をオーダーして作ってもらうことなのかなって今は思っております。はい、まあ本当1年前までこういうこともできなかったんでね、なかなか自分がだいぶ動けるようになったんだな、いい年になったんだなって思います。本当に、うん、初めは100円500円の着物生活から始めたんで、その生活もすごい長かったので、本当こういう風になる木綿の着物とかも買えるようになるんだなっていうのがすごく自分としては贅沢だな、嬉しくてありがたいことだなと思うんです。でまあウール 100% で生きていくのはちょっとしんどいんでね。あとは当時と違って中古市場もあまり物が出回らなくなって、若い頃はね希望がなんかこう1枚もないから焦ってるっていうのもあって、意地でも探すみたいなね、リサイクルショップとかでめっちゃいろんなとこ足運んで時間割いてやってたんですけど、今はもともとあってもうそろそろ本当にダメになる、普段着の着物なんでね、ほどいてどうのっていうとこじゃないとこが穴が開くんですよね。でウールは特に虫食いとかも出てきて、まあこっから先10年どうしようかなって思っていた時に東屋さんに出会ったんですよね。で東屋さんに出会って、まあいろんな着物屋さん見たりとか、あとはそのインスタとかをやるようになって、そういえば最初からずっと気になってたお店で行ったこともなくて、で挨拶したこともないのが児玉さんだなと思ってね、9
9月に行けたらいいなとかね、いろんなことを思っております。はい、くだらない話に付き合わせてごめんなさい。皆さん暑いんでね、はっくんで最後。それでは良い一日を。